硬くなった筋肉を緩めるのとサボってる筋肉を緩めるっていうのはちょっと微妙に違いますので、そういったところもですね、今回含めてしっかりと解決していきたいと思います。小川慎弘です。はい、今回の動画は最強版激痛でお顔が激痩せする方法をあなたにお伝えしていきます。今回もですね、激痛シリーズもう本当ですね、すごく好評でですね、小顔矯正っていうのは本来は全く痛くない矯正をしてるんですけども、今回の動画また激痛シリーズで、最近は本当にね、激痛シリーズ大人気でたくさんのねコメントとかいただくんですけども、おかげさまですごい効果出ましたっていう声がすごく多くなってるんですね。ただしやはりこう中にはうまくいかないっていう方もいますので、今回は以前に上げた動画をさらにバージョンアップしてね、最強版という形であなたにねお届けしたいと思います。まあ最近ですね、お顔は太ったとかっていうこのコンプレックスをねすごく抱えてる方がまた増えてきてまして、まあ、マスクをする生活で隠れてるけど実はマスクの下がすごいもうとんでもないことになってるっていうね悩みがね結構最近多いんですけども、あなたのその顔の悩みってむくみが原因だと思います、それとも筋肉だと思います、それとも骨格だと思うんですか。このね原因をちゃんと追求しておかないと、やっぱりこうケアしてもですねなかなかいい結果出ませんので、まあむくみだったらリンパの流れを良くしてあげることですっきりしますし、でも筋肉だったらちゃんと筋肉がどうなってるかっていうことをちゃんと理解してやらないとやっぱりいい結果出ないですよね。まあ多いのはやっぱ食いしばりで、食いしばりだと筋肉がグッと硬くなって緊張しますから、そういったものは緩めなきゃいけない。でもう一つのパターンはですね、お口周りの筋肉がやっぱりこうサボることによってですね、マスクで隠れてるとどうしてもこうサボりがちになってしまう。でそのサボってしまう筋肉は痩せて縮む、で硬くなっちゃうんですね。そういった場合は同じく緩めていくんですけども、硬くなった筋肉を緩めるのとサボってる筋肉を緩めるっていうのはちょっと微妙に違いますので、そういったところもですね今回含めてしっかりと解決していきたいと思います。激痛シリーズなんですけども、もうこれも何度も言ってますけど、痛くすることが目的じゃないので、中には痛くなくても結果がねちゃんと出てればそれで正解ですから、はい、その辺も含めて今日はやっていきましょう。はい、今回のミッションは3つあります。でまずですね、狙うポイントはですね、やはりこう食いしばりですごくこうお顔が大きく見えてしまう原因であるこの咬筋ですね。でもともとエラ張りを気にしている方もいらっしゃるんですけども、今回ですね、食いしばりによって普段こう無意識に食いしばっているうちに、寝てる間もそうだし日中もこう食いしばって筋肉の筋トレしてることになってしまって硬くなっているこの咬筋ですね、ここを緩めていきます。はい、まずミッション1ですね、狙うポイントは咬筋の前側についてこの前層筋っていう筋肉ですね。場所はですね、グッと食いしばってこう結構表面に浮き出る筋肉ですね。筋肉が2つあったら後ろが深層筋で、狙うのは前の前層筋ですね。この筋肉の場所をしっかり確認して、この頬骨の骨の際ですね、こういった筋肉っていうのはこの骨の際際のところがどうしても凝り固まりやすいですから、そこを親指で頬骨に向かってグッと押し当てます。でここ押すとですね結構痛い場所なんですけども、まあ、中には痛くない方もいますけども、ちょっと骨の際を触ってもし痛いとかあればそこが正解です。もし全然痛くないよって方も、実は今から押してもらうことで結構あとスッキリしますんでね、痛くなくてもちょっと今から30秒やっていきましょう。じゃあ場所をですねもう一回グッと食いしばって筋肉の場所確認して、でそしてそこに親指を当てます。では30秒いきますね。では用意スタート。グッと押し当てます。僕もですね、もう結構日頃からずっとやってますので、最初の方はもうめちゃくちゃ痛かったんですけども、最近ではもう痛みはほとんどないですね。まあ、たまにこう、事務作業とかずっと作業した後に、まあ無意識に食いしばってるんでしょうね。そういった後にちょっとこう痛気持ちいいぐらいの時もありますけども、普段からやってるともう痛みっていうのはなくなってきます。ですから今回初めてやる方なんかはかなり激痛の方もいるんですけども、はい、さあこれで30秒ですね。さあこれだけでもかなりスッキリしたと思います。そして次はですね、今度ミッション2、同じく咬筋で今度は深層筋っていう後ろの筋肉ですね。で深層筋はちょっと奥深いので表面から少し触りにくいんですけども、まず場所ですけども、ここ耳穴の前に顎の骨あります。ですから指を2本ですね、耳穴の前に当てていただいて、口をちょっと開け閉めします。そうするとこの顎の骨がですね前に出て、締めたら戻るっていう形でこう前後に移動するんですね。で大きくあって開けると顎の骨が前に出てきます。で締めたら戻るんですけども、まずは一旦開けてもらって飛び出てくる骨を確認しましょう。でそこでまた締めたらですね戻ってしまうので、
一旦大きく開けて半開きぐらいまで閉じます。そうした時にこの骨が残ると思うんですけども、その骨の一個前に少しくぼんだ場所があると思いますけど、その場所が深層筋の場所ですね。ちょっと表面からですね、さっきの深層筋みたいにこうゴリゴリした筋肉の感じがわかんないんですけども、その顎の骨の前の少しくぼんだとこを押します。で、同じく頬骨の方に向かってグッと押し当てるんですけども、そこがまた初めて押す方なんかは結構痛いと思うので、その場所を今からじゃあ30秒押していきましょう。で、いきます。じゃあまずはですね、口を大きく開けて、で、軽く閉じます。で、骨の一個前に少しくぼんだとこありますか、そこを親指でグッと押さえます。で、いきますね。よーい、スタート。少しくぼんでますから指がグッと中にね入りやすいと思うんですけど、グッと入って上に押し上げてる感じですね。深層筋と違ってちょっとこっちの方が少し痛気持ちいい感じですけども、まあ激痛って言ってるから、みんなこう激痛が出てないと違うんじゃないかっていう声もねあるんですけども、まあ必ずしもね激痛にする必要もないですからね。はい、これで30秒ですね。さあ、これでミッション1で深層筋、ミッション2で深層筋、2つ緩めたんですけども、もうこれだけでかなりね、ほっぺすっきりしましたね。で、そして今回はさらにもう一個ミッション3があります。で、次狙うポイントはですね、今度エラの角っこありますよね。で、そのエラの角っこのちょうどとんがってる部分の裏に親指をグッと下から差し込みます。で、この骨の際をですね、親指で触ると結構コリコリした場所あると思うんですけども、そこにグッと押し当てます。ここはね、結構痛いですね。痛い、めっちゃ痛い。で、押し当てたらグリグリすると痛いので、押し当てたままカチッと固定します。で、どうするかって言ったら、ここからですね、口を開け閉めですね、口を開け閉めすることで、開けた時に指が中にグッと入り込みますから、この口の開ける力を使って刺激をしていきます。で、これも同じくですね、30秒開け閉めします。で、まずはこのエラの角っこを見つけてもらって、エラの角っこの裏側に親指をグッと上に差し込みますね。で、角っこ見つけてその裏に刺します。で、いきます。よーい、スタート。刺したら開ける、閉める。はい、これ30秒ですね。さあ、これでね、触ってみてください。かなりスッキリしましたね。うん、もう見るからに全然スッキリしてますし、触ってもらうとですね、手の厚みでも全然この皮膚の厚みが全然変わってます。うん、1皮2皮目ぐらいね、めくれた感じですね。はい、こんな感じでね、短時間でスッキリさせることができます。はい、で、今回のね、動画をおさらいしていきますね。今回のミッションはね、3つです。で、まずミッション1、狙うポイントはですね、後筋ですね。後筋っていうのが、まあ、エラの筋肉ですけども、これ口の開け閉めのこの締めるとき、グッと噛むときに使う筋肉なんですね。で、これがご飯食べるとき以外にもですね、こう目線が下がって下向いてると、上の歯と下の歯が当たってるだけで、実は無意識に緊張しています。ですので、こう下向いて作業とか、携帯見るときとか、こう目線が下がってるときは、もう常にね、緊張してると思ってください。で、これがずっと続くと、やっぱだん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 こう筋トレ効果で、筋肉がパンプアップして、エラが張ったようにですね、こうお顔がね、大きく見えちゃうんですね。ですので、そういったものを削ぎ落とすことで、お顔がすごくスリムになって、顔のね、激安効果が生まれます。で、狙うポイントはですね、この後筋の2つある筋肉の前側、深層筋という筋肉ですね。場所を探し方はですね、まずグッと食いしばります。食いしばった時に、こう硬くなる筋肉が後筋ですね。で、前と後ろで触ってもらうと、結構なこの太さがあるんですけども、深層筋っていう場所は表面から結構ゴリゴリ触りやすい場所です。前と後ろ2本筋肉があるんですけども、この前側にある分かりやすい筋肉ですね。で、その筋肉の上の部分、ちょうどこの頬骨のところに指を当てて、この骨のキワキワを狙っていきます。骨の付着部っていうのがですね、結構筋肉凝り固まりやすいところですので、そこに親指をグッと当てて30秒キープします。で、これはもう最初初めてやる方は、おそらく痛い方も多いんですけども、まあ、絶対みんなが痛い激痛なわけじゃないので、痛くなくても、ちゃんと筋肉の
上を捉えたら成功です。じゃあこのまま30秒します。はい、で続いてミッション2ですね。でミッション2がですね、また同じく後期の今度後ろ側についてる深層筋っていう場所ですけども、ちょっと奥深いところなんで表面からは少し分かりづらい方もいらっしゃるんですね。で探し方のコツはですね、まずこの耳の穴の前に顎の関節がありますから、そこに指を2本こう当ててみてください。耳の穴の前にですね。でそこで大きく口を開け閉めすると顎の骨が前後ろとこう移動すると思うんですね。でこれが口を開けた時に動くんですけども、まずは大きく開けて顎の骨を前に出します。で閉めたら戻るんですけども、開けて完全に閉めない、こう半開き状態で止めます。でそしてこの顎の骨がですね、大きく開けたら前に出て閉めたら戻るんですけども、完全に閉めない状態で止めておきます。でこの顎の骨の1個前に少しくぼんだとこがあるかと思うんですけども、分かんなかったらもう一回ね、開け閉めして骨の位置をちゃんと確認して、骨の1個前を手で押さえてみてください。そこがね、少しくぼんでますから、そこが深層筋っていう奥深い筋肉の場所ですね。それを同じく頬骨の方にグッと押し当てて刺激をしていきます。奥深い筋肉ですから結構ね、凝り固まりやすいですので、さっきのミッション1のね、深層筋よりは少し緊張がしやすい場所なので、深層筋が痛くなくても深層筋が痛い方が結構いらっしゃると思います。でその場所をしっかり確認して上にグッと押し当てて、これまた30秒キープですね。はい、でこれだけでもかなりね、スッキリします。これも以前ね、ここまでの動画を出したんですけども、ここからさらにこのミッション3ですね。でこのエラの角っこ、まず触ってください。エラの角っこ、エラの角っこがあったら、その裏側に親指を突き刺します。エラの角っこを見つけて、その裏側にこう刺します。でこの骨のキワキワをグッと刺すことで、おそらくここはね、結構痛いんですけど、ここにグッと当てます。で指でグリグリね、ほぐすとこれ痛いですから、これはもうちょっと体にとって良くないので痛いことはしません。でどうするかといったら、グッと差し込んだ状態で口を開け閉めですね。そうすると手でグリグリするよりもですね、また痛みが違うんですけども、顎の方を動かして指を顎の中にグッと自動的に押し込んでいくってことをします。ですのでこう手でグリグリする方が結構痛いんですけども、口の開け閉めすると顎の方が動いてくれて、勝手に指が中に入っていきますから、これで緊張した筋肉を緩めていきます。でもしね、痛ければ突き刺す力をですね、ちょっと緩めてもらったら加減できますので、もし痛すぎたら加減してください。じゃあいきます。エラの角っこに当てて押し上げる。でそこで口の開け閉めですね。これまた30秒することで、後筋の上側、そして下側、両サイドをですね、緩めて顔のね、激痩せ効果を出すことができます。まあ、今回も激痛シリーズですけども、まあおそらくコメントでまたね、痛くなかったけど、これは果たしてこれ場所合ってるんかなっていうコメントもね、多分あるかと思うんですけども、痛くなくても終わった後にですね、しっかりとこう変化が出てれば、もう場所としては成功なので、痛くなくても変化が出てたら成功だと思ってください。はい、では今回の動画を見てね、いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でね、お会いしましょう。小川慎でした。